砂漠のトカゲの展示、伊豆は、静岡県鴨群川津町南部の浜地区、勝部沢エリアにある動物園。2012年12月15日に開館。前身は、伊豆アンディランド。姉妹施設として、道町北部の梨本地区にあるカエル館、川津がある。また、南伊豆町の、葉勝崎モンキーベイも、同じ事業主が運営している。 カメ専門のイズアンディランドが4ヶ月間のリニューアル工事を行い、爬虫類をコンセプトにして開園した。爬虫類館として世界中から様々な種類のカメやトカゲやワニ、カメレオン、ヘビなど爬虫類を集める。また、カエルなど両生類、およびダンゴムシなど昆虫類に加え、ビーバーなど哺乳類やフクロウなど鳥類を展示する。爬虫類の豊富さは、 日本トップクラスである。日本最大のゾウガメを飼育しており、また70頭以上のアルダブラゾウガメを展示し、繁殖を行う日本最大のゾウガメ牧場である。2013年4月25日からは、耳なしオオトカゲの世界初の生態展示をしている。耳なしオオトカゲは地球上で最も珍しいトカゲとされ、世界で唯一、異像で、 生態展示が行われ生態の解明をしている。また、体感型動物園を歌っているように、爬虫類などと触れ合える触れ合いコーナーが数箇所設置されている。陸亀の触れ合いやイサやり体験は、赤足亀、木足亀、アルダブラゾウ亀、エロンガータリク亀、ヘルマンリク亀、パンケーキ亀、星亀、放射亀が行え、記念撮影が行える種もある。 園内の通路はすべてブラックパインと呼ばれるウッドチップが敷き詰められている。これは来園者にジャングルに来た気分にさせる工夫と紹介されている。一般家庭で飼えなくなった爬虫類や両生類を特定外来生物を除き引き取る活動を行っている。さらに園長のシロリン・タケは外来死問題の解決策として赤耳メ無制限引き取りを宣言した。 館内にドラゴンランチというレストランがあり、ワニ料理などがメニューにある。2013年12月30日、世界最大の大アナコンダの展示がスタートした。体長約6.8メートル、胴回り最大約80センチ、体重約104キロの大アナコンダは、正式な記録として残っている、飼育下で世界最大と伊豆新聞は伝える。 2014年7月10日に世界で初めて耳なしオオトカゲの飼育下での産卵に成功した。縦2 6ト、mm、ル横1 6ト、mm、ルの卵6個が確認されたと静岡放送は伝える。2014年12月7日に世界で初めて耳なしオオトカゲの人工孵化に成功したと共同通信が報じた。全身の イズ・アンディランドは1986年4月に開館し、日本で唯一の亀専門水族館として亀族館と称した。館の展示動物はガラパゴスゾウガメ、アルダブラゾウガメなどの陸亀類、カ亀のコレクションは日本一で約100種100匹以上を飼育し、26年間存続した。館の名物は亀レースで、また亀は万年にちなみ、 鶴も千年で飼育した。2005年には保護したウミガメの卵を孵化させ、河津町の今井浜で放流も行った。映画、小崎勇者たちがメラで使われた実物模型は、角川ヘラルド映画より譲渡されたものである。日本テレビ、ここホれ、ワンワン、によると、イズ・アンディランドは奥行きを感じさせるレイアウトや、動物の生態を見せる行動展示などの工夫がなく、 単調やウサギがいるなどコンセプトがずれていた。そこで、専門家による再生のために、事業譲渡が計画された。2012年春、シロリン・タケ氏が買収し引き継ぐ。2012年8月20日、リニューアルのため、イズ・アンディランドは一時閉鎖し、新施設、伊蔵へ、回収作業に入った。同年12月15日、河津町の相馬博之町長や、 動物エッセイストのダックスコミネも来館する中、開業した。イズ・アンディランドのキャラクター名になった、開園時から飼育されたゾウガメ、アンディは1997年に死亡したが、同じくキャラクター名となった、キャッシーは2012年現在、健在である。イズ・アンディランドは、ゾウガメ牧場として、日本で初めてアルダブラゾウガメの人口繁殖に、 成功し、1994年に繁殖賞を受賞し、その後、何度も繁殖に成功した。伊豆で飼育されるラックは、ガラパゴス諸島サンタクルス島のガラパゴスゾウガメア種、サンタクルスゾウガメのオスであり、高長110センチメートル長、体重200キログラム長で、日本最大であり、1886年以前、 生まれという個体で、1985年7月19日、米国より輸入された。2012年8月、ラックは、日本テレビ、ここホれ、ワンワン、に出演し、一掃して、スタジオを沸かせ、開演予定の遺像の PR に一役買った。また他のイベントにも出演した。ラックはカメラを向けると、ポーズを取り、顎の下を撫でられると喜ぶなど、 人に慣れた個体である。この館のガラッパゴスゾウガメ、ラックは、日本国内全3頭のうちの1頭である。なお、日本にいる個体はすべてオスである。また、この館のアルダブラゾウガメで一番大きな個体は、オスの、ロッキーである。テレビ東京、もやもやサマーズニの2012年元日スペシャル、もやサマーワード2012において、もやサマーワード2012、 ナイスキャラ2012部門の対象に、奇跡の素人とされたイズ・アンディランドのカメボーイこと厚み量が選ばれた。厚みのカメレースの実況が話題となった。2010年の TBS、N スタにおいて、諫早ンで発見された生物につき、イズ・アンディランドが取材を受け、写真から日本スッポンと思われるとし、諫早湾周辺にはスッポンが多く生息していると紹介した。 ありがとうございます。